日本群馬県前橋市大御町大御町は、群馬県前橋市の地名。旧瀬田郡大御町大和大御にあたる地名である。郵便番号は371-0223。面積は0.6561平方キロメートル。赤城山南独に位置している。南北町時代頃から、ある地名である。江戸時代に入ると、宮関村という名前となり、はじめは、大御藩領だったが、 現代四年に前橋藩領、明和五年に幕府領、天明五年に前橋藩領となる。大御城は宮崎村の北、河原の浜村に築かれ、その城下町が道村内に形成されていた。前橋藩領となっても、堺市の時代には大御城下を置き、武家地なども維持されていたが、松平市の代になると城代を廃止、武家屋敷も取り去った。 しかし、一年が経ち、宿の機能も果たしていたため在京町として発展した。世田谷に所属していた時は、町の名前にもなっている。大もだが、前橋市役所大御所所は、近隣の堀越町にある。2017年8月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。近隣のもて町に、 高下電気鉄道高下線大御駅があるが、町内には鉄道駅がない。赤木タクシーが運行を行っている、デマンドバス方式のふるさとバスがある。県道は、群馬県道3号前橋大間巻流線、群馬県道74号伊勢崎大御線、群馬県道333号上乾梅大御線、群馬県道16号大御赤城線が通過。当庁が、 避難対象区域となった場合、近隣の堀越町にある前橋市立大小学校に避難する。ありがとうございます。